はい、皆さんこんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、あなたの苦手を得意に変える3つのコツということについてお話をしてみたいと思います。えー、苦手っていうのはですね、まあ人当たり前ですけど、あるわけですよ。 得意がああるる。から苦手もある全てが平均的にうまくできているっていう人ってそうそういないと思うんですよね。まあ、中にはあの天才と呼ばれる人が何でもできるっていう本当に天才の人っていうのはいらっしゃると思うんですけれどが、まあ、通常は得意があればその得意に比べてへこんでるものが見えれば苦手っていうふうに多分見えたりする部分があると思うんですよ。 で、人には、えー、苦手があるし、もちろん得意もある。もちろん私もそうです。だけど、えー、と苦手の、うん、数を減らしていく方法ってあります。で得意を増やしていくと、できることとかが増えるので、人との付き合いとかご縁も広がるし、あとはお仕事とかも、えー、得意の方が増えるとお仕事も増えていきます。 なので、えー、と仕事を考えるときに得意をさらに伸ばすという仕事の考え方とあと苦手を少しでも減らすという考え方があるので、まあ、その時にあのどういう、うん、トライアンドエラーをしていったらいいのかということとその時に持っているマインドですねどういうマインドを持っていったらいいのかこれを、えー、考えて。 見たいというふうに思いますので、今日はそんなお話をしていきたいと思います。では、本題に入ります。えー、まずですね。苦手を得意に変える。まあ3つのコツっていうことなんですが、私が自分に実際で体験した話もこれからお話しするんですが、結論から先に言うとまず3つになります。で、1つ目がえっ、ー、と逆の得意に気づくっていうことですね。逆の得意に気づく。 要は苦手なんだけど、それは裏返すと実は得意にならないかみたいな、そういうお話です。で、二つ目、えー、食わず嫌いをやめる。はい。で、三つ目、えー、時間をかければどうにかなる。<laughs> このお話をしていきたいと思います。多分一番目が、一番ちょっと長くお話しするかな。逆の得意に気づくっていうお話ですね。 えとこの事例は私の場合2つ自分で体感として持っている事例になります。一つ目が、えー、とまず、えー、サックスの件です。えー、今でこそいろいろなところでたくさん私画像も上げてるし音源も上げてますし映像も上げてるからめちゃめちゃ得意で すごくやっててるる人のように多分見えてると思います私が今あのこのお話をしている時点で丸五5年経ってるんですけれどもあの最初はじゃあどうだったんですかって言ったら49歳まで音楽をやったこともなくてピアノもやっていないので楽譜も読めなくて音楽の授業レベルでドレミとかはやりましたよやったんですけどそこから別に私音楽の道に進んでいないので。 あのー、そういうものができる人でもなかったしライブとか行くお金もなかったし CD を買うお金もそんなになかったし、えー、ジャパニーズポップス昭和歌謡はよく聞いてましたよザ・ベストテン」とかありましたからね。 そういうのであこういう音楽好きよねっていうのを聞いていたっていうのぐらいで洋楽とかもはまらなかったしそんな有名な曲は知ってますけどね聞きに行ってコンサートとかライブとかもほとんど行ったことがない、まあ、そういういわゆる世の中の若者たちがはまるであろう道は過ごしてこず楽器も扱うこともなく49歳を迎えました。でその段において えっと出版のパーティーの余興にバンドを呼ぼうかなっていうのを考えた時にいや待てよと自分がやっちゃった方がみんなにとってはサプライズで面白くないか私もやったことがないことをチャレンジするのってすごいその姿を見せるだけでもなんか勇気にならないかなって思って楽器をやるっていうことを選択したのが49歳の春です。はい、で3ヶ月 でステージに立てるかっていう実力も見せながら下手でしたけれどもね当時のでも私一生懸命やりましたで結果その面白かったのであの音楽本気でやろうと思ってそこからちゃんと練習もちろん3か月もめちゃくちゃ練習しましたよ練習しましたけどちゃんと練習をしようって心を決めたのがステージが終わってからになります でじゃあその苦手が得意になる逆の特徴ってサックスの場合何なんですかって言ったら私の場合楽譜が読めないっていう一番残念な苦手があるわけですよ。だからその分何百回とか何千回も音楽聴いて楽譜が読めないから、えー、と音程とか音程とか あとは給付とかそういうのも記号とか読み方とかどういう順番で曲が進行していくかっていうのもなしに何度も聞くことでまず覚えるそしてそれによって、えー、ドレミで書いたカタカナと指の、えー、運指を合わせれば一応曲にできるのでアンプありきなんですよね私の場合にはどうせだって楽譜読めないからだからドレミで歌ったまんまに あの昭和歌謡だけになっちゃいますけど知ってる曲しかできないからでやったっていうアンプありきがスタートなんですよでもう一つアンプでないとダメだった理由が、えー、っと練習の数を増やしたいと思うとカラオケ屋さんに行ってるだけで1時間往復時間取られちゃうんですよ 準備したりなんややかかんやかで,で私の場合幸いなことに川が裏にあります自宅の裏に3分ぐらいのところにでちょうど橋がかかってるところで音が響くような場所あのでかつ後ろ上車通ってるからあんまりこう,うるさがられないみたいなすごいナイススポットがあるんですよ歩いて3分ぐらいのところにそこだと例えば30分空き時間があっても練習ができるので,で練習をしようと思ってそこに行くんですよ だから人の目とかね気,気にしてらんないですだって30分しかなかったらその練習時間の方が大事だから下手とかうまいとか見られてるとかもどうでもよくって練習の時間を稼ぐ方が大事だったからだからそういう意味では度胸がつくからどこでも吹ける、まあ、それこそストリートサックスに近い状態ですよねリバーサックスですけどね、私の場合にはそういうだから誰かに聞かれると恥ずかしいとかいうこともなくだから本番へのマインドは全然そこで普通に。 あの養われているし下手だった頃から普通にみんなが聞いているところで橋の下で練習してましたからでもう一つは橋なんで川なんで川風がひどいとですね面立てても倒れちゃうんですよだからそんなの気にしながら吹いてられないし荷物重たいんです川に行くのにもうサックス一本で行きたいんですよ音源とっていう感じだったんでそう考えると結局覚えちゃってる方がいい,い,いわけですよ。 でそうやってアンプ状態で、まあ、練習をやってるから当然、本番も基本そういう形になりますよね。そうすると何が良かったかっていうと改めてアンプをしているわけじゃなくて仕方がない、残念、読めない楽譜が読めないという残念な状況がアンプという状況を作り出しそれが結果として舞台映えするような状態。つまりが えー、譜面ててなくても曲が弾けちゃうということはどこでも吹けるんですよ港で吹いた時もあるし山で吹いた時もありますアンプだから。で、あのー、音源がなくても曲として成り立つ曲を持ってればサックス1本あればどこでも吹けるっていうそういう状態を作ったので皆さんに割と気軽にね「ここで吹いてあそこで吹いて」って言われても。 アンプしてるものだっからこれが普通の人が逆に譜面が読める人で譜面をありきでそれをきちっと見ながらやるのが当たり前って言ったらアンプは努力してアンプしなくてはいけないという状態になるからプラスアルファのもう1個作業が追加になっちゃうんですよね。でその人たちから言わせると「アンプすごいね柔何曲ライブやるんだすごいね」って言われるんですけどあのアンプ ップの状態じゃないと、えっと、川で練習できないとかさすがに今50曲ぐらいになってきちゃったんで全部を完璧に覚えてるかっていうと微妙な部分もあったりはするんですけどね難しい曲とかあの長めの曲とかだとちょっとちょっと忘れても1箇所2箇所ぐらい見ればどうにかなるっていうレベルにはなってるからレパートリーもすごい増えたんですよ。 うん、なのでそこはすごく良かったなっていうふうに考えるとそれができてない人からすると脅威なんでですすよびっっくりっていう脅威ですね、うん、だから譜面が読めないがゆえに譜面が読めないという苦手があるからアンプという選択肢を取ったがゆえにそれは他の人から見ると得意すごいっていう状態になったっていう。 話なんですよだから私が自分で過去の自分を振り返ってよかったなっていうふうに思っているのがあの諦めななかったことなんですよねつまり譜面が読めないことで音楽ができないというふうに諦めなくてもともとドレスとかいろんなものを着たりとか舞台演出したり歩き回ったり動き回ったりするから譜面台ってない状態が望ましいんですよ写真撮られたり動画撮られたりすることを考える。ってことはどの道アンプでしか やりよようがなかったのででとしてですよそれが優先されたがゆえに、えー、と読めないが得意に変わったんですよアンプでいけるという状態だからしたいことに対して諦めない限りは人間っていろんなことを思いつくんだなって思ったのがまず1つ目の事例ですでもう1つは AI のお絵描きです AI のお絵かきって 私絵がすごい得意なんじゃないかって皆さんにめちゃくちゃ誤解されているんですけれども絵は描けないんですよゼロからあの模写はできるんです真似はできるんですけどねそれ昔っからですゼロからね綺麗に描けないんですよだからそのゼロから描ける人ってほんと尊敬しててすごいなっていつも思っててだから私絵は描けないんですよ文章は描けるんですけどね でそれは別にコンプレックスって本当ではないんですが絵描けないよなっていうのはずっと思ってたんですところが、まあ、それがだから苦手なわけですよね私は文章を書くことはできる人ですからでそれが AI ですお絵かき AI 生成 AI ですねミッドジャーニーとか、まあ、ダリスリーとかいろいろありますけれども特に私はミッドジャーニーをあの非常によく使ってるんですが 英語に変換する必要はあるんですけど日本語より英語の方が指示がすごいクリアになるから人のそのどういうふうにその絵を描いてるかっていうコマンドっていうかプロンプトっていうんですけどねそれを見ながら自分も工夫したりとかして写実的にとか写真のようにとかロココ調にとかまあいろんな女性の用紙とかそういうのも全部打ち込んで文字で書くとなんとそれがまるで 本当に写真に撮ったような絵が描けるみたいな感じでできるんですよ。でまあテイストを揃えたいのでミッドジャーニーとかは適当に4つバンって作ってきちゃうので気に入ったのがなければ何回でも作り直すんですけど同じコマンドを入れても同じ絵にはならないので、まあ、偶然の産物にはなるんですけど一応まあ私が描いたみたいな形になっていてなので文字から絵が描けるっていう時代が来たがゆえに みんなからどうやって書いてるのとかすごいとかインスタグラムとかに上げていると海外の人から買いたいんだけどどうやって買えるんだとか NFT はやってないのかとかいろいろ英語で来るのであの答えてるのがちょっと大変なので答えてないんですけれどもやりとりが大変そうそういくらで売るのかでもデジタルだしなとかいろいろ考えちゃってやってないんですがあなたの絵は どういうふうに描いてるんですかとかいう、まあ、言葉で書いてるんですけれどもこれっていうのが逆に絵が描けなかったからでも絵描きたいなと思っていてでも絵が描けないが言葉でで描けけるるになったらん,描けるんですよねだから苦手が得意になった瞬間っていうのが絵が描けなかったがゆえにどういう絵を描きたいかを言葉で表現することはできるんですよ手が動かなくてもね。 でそれによって描けるようになったっていう時代が来たから得意に変わったっていうことで、まあ、楽しくお絵描きしてますけれどもね <laughs> はいだから言葉で絵を描ける時代ってすごいなと思ってまあホテルのね部屋みたいなインテリアとかも描けちゃうんですよ言葉で。 それっっててすごい良い時代が来たなぁと思ってるでこれも苦手が逆に人から見ると得意な状態に変わってるんですよね皆さんのだから指示がそこまで細かくできないと私ほど写実的には多分できないんですよ、うん、言葉で書いていく絵なのでだからあの本当の絵として手で描けないけどそういう形では絵が描けますみたいな <laughs> AI アーティスト <laughs> みたいなな感じにはなってますよね、はい、だから、あのー、苦手は苦手なんですけど何かのきっかけで得意にできたりなったりとかするっていうことは諦めないことをする限り私絵を描くことも諦めなかったし、まあ、音楽はねたまたま偶然ですけどいつかできたらいいよねぐらいにやって、まあ、50手前になっちゃいましたけれどもでも今できてるんですよ。 だから大抵のことは忘れないかったり諦めなければどうにかなったりする時は来るんだろうなって実は思っていたりします。はい、これが長かった一番目のお話ですね。えー、逆の特徴に気づくっていうことです。であと二番目は食わず嫌いをやめるっていうのはあのやったことがないだけの人って結構多くていやそれ苦手なんです嫌いなんですとかっていうのをよく聞くときに。え い,いつどれぐらいやって嫌いになったんですかって聞くと「いややったことがないので」っていう不思議な答えを言う方がいらっしゃって「いややってから嫌いになろうよ」っていうのが私の答えなんですよだからあの私は必ずあの、まあ、どうしても嫌すぎるのはやらないですよ例えばそうだなバンジージャンプはやりたくないあれはねあれはねフリーフォールをやった時に心臓によくない あの斜めに落ちていくのはいいんだけど真下に落ちるのはめちゃくちゃ気持ち悪いだから似たようなことをやってるのでバンジージャンプは嫌ですっていう、まあ、そういうのは言えますだけどなんかよくわからないっていうのは必ずね一回やってみてみるんですよ私例えば洋服とか今、ね、こんな柄物とか派手風なの着てますけど昔は本当地味な人で黒とかベージュとかグレーばっかり着てましたね でこれはそういう服がいいんじゃないっていうふうに言ったのは当時付き合ってた人が顔立ちが派手だから多分そういう方が似合うって言われて実際にお店で来たらあ案外大丈夫なんだみたいなで言ってそっちの方にするようになったんですけどねこれってでも言ってくれる人がいたからそれやってますだけど割と素直にまずはやってないからやってみるっていうそういうことをやってるんですよね。他にもなんか いろんな今ちょうどそうですね歌やったことがないんですけど歌った方がいいよっていう方がコンサルタントの先生でいらっしゃったんで、まあ、ちょっと今年は歌やるかみたいな要はやるかっていうのは単なるカラオケで一人で歌うってう意味じゃないですよちゃんと人前で披露するっていう意味の歌をやるっていう意味ですからねはいそれをやってみようかなって思ったのは言われたからですだから言われたっていうことはその人が私の可能性に まあ気軽に気まぐれでて言ったのかもしれないですけどだとしても経験値として増やすっていうのはいいじゃないですかだから誰かにそれやってみたらって言われたら1回は聞いてみるのがいいんじゃないかなと思うんですよねあとよく多いのがパソコン苦手なんです全然できないんですっていう人がいてあの私が指示をするとできちゃう人いるんですよ いやで苦手じゃなくなくないですかって言ったらいや「やったことがないので」ってやっぱりそういうこと言うんですよねいややったことがないことは苦手じゃなくてやったことがないだけなのでやってみたら上手だったり得意だったりする人いるんですよなので食わず嫌いはやめましょう大概そういう人ってやったことがないだけでやったことがないことは人にやってみたらって言われたら1回はやってみる。 うん、その時に最終的に判断してもいいと思うので、まず1回はやってみるっていうことは、素直に聞いてみるのは、すごく人生の幅を広げる上でいいと思いますよ。はい。そして3つ目ですね。3つ目は、時間をかければどうにかなるです。はい。あの、私の場合、急速に何かをマスターしたいって言ったら、えー、っと、短期間でその進度をすごく深めます。はい。例えば、 うんとサックスに関してで言うと3ヶ月はほぼ毎日1時間から2時間なんとか時間作ってやってました、はい、でその後も4年ぐらいは3日と空けたことはないです仕事がどんなに忙しくても出張で4日とか5日とか地方に行っていたとしてもまだ当時の頃は口の形とかが安定しない時期だったのでちゃんと 外れる首だけ持って行ってて行ですね、カラオケ屋でピーやったりとかホテルで静かにプーって吹いたりとかをやって練習していたりあと曲とか忘れちゃうからえっ、ー、とカタカナで歌いながら曲をかけて練習してましたホテルで。<laughs> 例えば何チューリップとかだったら「ドレミドレミソミレドレミレ」でしたっけ <laughs> ちょっと歌ったけどこれは別の問題ですけどまあ,あのそういう歌謡曲とかもそのカタカナで歌ってその音を忘れないようにしてとかいうのはやってました。で結果今5年でじゃあどうなりましたかって言ったら多分他の人がなかなかできないような状態まあライブの数は もう毎年大,体大きいのは3つとか4つなんですけど小さいの合わせると10とかはやってたりするので5年で多分50ぐらいやってますしあとミュージックビデオとかね去年とか作りましたしでそういう新しいチャレンジを次々にやってるんですよね、うん、でそれは私が私 いや、まだまだうまくないからミュージックビデオなんてって言ったらやんないけど、いや、やってみたいから、記念でもいいから欲しいからやりたいって、やるからどういう映像が必要で、どういう技術、吹技術が必要かっていうのを、まあ1回目体験して、この間2回目やって、これから仕上がるんですけれども。 その1回目の経験があるから2回目さらに深度が上がるじゃないですかで。ミュージックビデオを撮るんだったらこういう技術必要だよね、こういううまさが必要だよね、こういう映像必要だよねとかが分かってきてうまくなるから1個目はやんないと2個目がないですよね。で、そういうふうに積み重ねてって今5年があるんです。で、 5年いれば逆てきました、まあ先生にもねあのもちろん普通の人よりちょい上っていう普通にやってる人よりちょい上みたいな感じで言われていてまあその音,音とか内容によってはプロ並みに聞こえるような時もあるっていう言葉までもらえる状態までいったのは一重に続けているからです、はい、だから、えー、と諦めなくって時間をかければある程度どうにかなる。 と思っています、はい、でその時間をかける度合いが、まあ、それが器用なのか不器用なのか得意なのか不得意なのかっていう領域とかねあるかもしれないけど私の場合にはピアノやってない分損なんですよ結構出だしが音楽的にいろいろな意味でリズムも分かんないしだけどそれを補うのって練習量と、まあ、深う向かう深さと 理解をしながら進んでいくかどうかっていうところに尽きるのでまあその辺りが必要になるんだろうなって思ってますだけど時間をかければどうにかなるの時間っていうのは人によってかかる時間は変わってもやるっていうことを決めるのは誰にでもできることなのでで誰にでもできないのが続けることなんですどちらかっていうと。 続けていて長期的に続けてる人にはやっぱかなわないですよ、うん、と思いますあの、ね、本番とかってあるじゃないですかで本番の時って、まあ、私の場合アンプだからまだいいんですけれどもあのねなんかやる段取りが飛ぶとかするじゃないですかでそうすると支えてくれるのってもう基礎力以外何ものでもなくて。 アンプっていうか私の場合、アンシ、指が覚えてるので、うん、多少こう頭的に覚えてなくても、条件反射的にその曲の伴奏の時にそういう風に指が動くっていう状態にまで吹いてるので、指が動いてくれるんですよ。で、これは練習なだけですよね。時間かけて練習したからっていうだけなんですね。だから、すごくシンプルなんだけれども、 それができるかできないかはまあ仕事もそうですし人生もそうなんですけど、あのー、長く繰り返し繰り返しやってきている人にはかなわないですねでそしてそれはシンプルです繰り返しずっと継続をし続けるかどうかなだけだからここはできるんですよすごくうまくなるっていうところにたどり着くかどうかはわからないですでも やっぱり地味にやってる人の基礎力ってものすごいからかなわないですよだからビジネスも長期的にやってるとそれだけで信頼されるっていうのはそういうことだし長期的にやってるとあの流れがやっぱ積み上がるんですよねこれはね付け焼き場的な人にはかなわないですはいだからやっぱり続ける人になってほしいなと思うしあの苦手も続けると得意な人より得意になります これは私がそうしてきてるから保証します。はい、めちゃくちゃ嫌すぎるのはやんなくてもいいけど、うんうん、本当はやりたいのに苦手だなできないなと思ってることはチャレンジしたらいいかなっていうふうに思っています。いかがでしょうか少しは元気出ましたかはい。あの私はゼロからなっていうかマイナスなぐらいのものから そういうものもできたっていうこともさらにあの自分の,あの自信にもなっているのでもうますますやりたいことは何でもできるなって <laughs> そういうふうに思うようになれましたのであの皆さんもよかったらねあの今何かやりたいんだけど迷ってるっていうことがあったらやってみてから考えようっていうふうにエールを送りたいと思います。ははい以上になりますそれでは